d o s b ク x は p c a t 互換機の MS DOS 環境を再現するエミュレータである。しばしば古いコンピュータゲームのソフトウェアのエミュレーションを行うのに用いられる。GNU General Public License のもとにリリースされているフリーソフトウェアである。d o s b ク x は DOS プロンプトに似た独自のシェルが内蔵されたキャラクターユーザーインターフェースのプログラムである。そのため、 実際の MSDOS がなくても単体で動作する。この内蔵シェルでは MSDOS の内部コマンドがほぼサポートされソフトウェアのインストールや起動に使用されるバッチファイルがそのまま実行できる。ただし後期のバージョンの MSDOS の拡張コマンドの多くはサポートされていない。環境を設定するにはコマンドライン引数を指定するかプレーンテキストの設定ファイルを編集する。 簡単に操作できるように、ユーザーコミュニティにより様々なグラフィカルなフロントエンドが開発されている。d o s b ク x は完全な CPU エミュレータであり、リアルモードとプロテクトモードのどちらを要求する DOS プログラムでも実行できる。DOSEM や Windows と OS2 の仮想 DOS マシンのような他のエミュレータは互換レイヤーを提供し、386 ファミリープロセッサの仮想化機能に依存している。ドースバックスは CPU の解釈からエミュレートできるためホスト CPU には依存しない。ただし i386 の命令セットをサポートするシステムでは動的に命令を翻訳するオプションが利用できる。ドースバックスは様々なグラフィックとサウンドのハードウェアをエミュレートできる。グラフィックに関してはテキストモード、 ヘラクレス、CGA、タンディ、エガ、VGA、ビッサ、S サントリオ64などのエミュレーションをサポートしている。サウンドに関しては、PC スピーカー、アッドリブ、グラビスウルトラサウンド、タンディ、クリエイティブミュージックシステム、ゲインブラスター、サウンドブラスター1、X2.0、プロ、16、MPU-401、 ディズニーサウンドソースなどのエミュレーションをサポートしている。ドースバックスの人気のある機能にスクリーンショットのキャプチャ機能とゲームプレイ動画の記録機能がある。動画はジップモーションブロックビデオコーデックを使用して圧縮される。未圧縮状態の動画は実際のプログラムをほぼ完全に再現している。この動画記録機能はバージョン0.65で追加された。 それ以前のバージョンで動画を記録するにはカスタムした修正版やサードパーティーのレコーダーを使用する必要があったが大抵は画質やエミュレータのパフォーマンスが非常に貧弱だった。ドースバックスと他のエミュレータの違いを際立たせているコンポーネントはピアツーピアまたはインターネット、イントラネットのネットワークをシミュレートする機能である。この機能には TCP、 IP 上でのモデムシミュレーション機能と IPX、ネットワークトンネリングが含まれる。Win32 と Linux の特定のビルドは、ダイレクトシリアルポートアクセスをサポートしている。d o s b o x は、シリアルポートのタイミング互換を実装し、それに依存する古いハードウェアやソフトウェアを実行できる。また、ホスト OS でサポートされている USB デバイスの一部は、 エミュレータ使用時に古いシリアルポートデバイスの代わりとして動作させることができる。d o s ックスはゲーム以外にも Windows 3.1などの多数の DOS プログラムを実行できる。ただし、プロジェクトには DOS ゲームに不要な機能は追加しないというポリシーがある。また、Pentium 以降を必要とするゲームの一部はスムーズに動作するが8486より、 あとの CPU 機能のエミュレーションはサポートされていない。非公式の CVS バージョンにはこれらの要素をサポートする試験的なパッチが含まれているものもある。d o s b ク x は Windows、Macs、Linux といった様々な OS へ移植されている。HXDOS エクステンダーを用いることにより DOS でも使用可能である。ソースコードは PowerPC、Spark、 MIPS テクノロジーズ、ARM ア,アーキテクチャといった様々なコンピュータアーキテクチャ上で PARM OS、PlayStation Portable、インターネットタブレット OS2008、GP-NEX iOS といった X86 でないパーソナルコンピュータと互換性を持たせるためにフォークされている。2014年12月、インターネットアーカイブは DOSBAX をもとにエンスクリプトンを使って ジョバスクリプトに移植した EM ドースバックスを使い MS ドスベースのゲームをウェブブラウザ上で動かせるようにした。ありがとうございます。